新年明けましておめでとうございます。俺はこれ作りに専念する。それでいいんじゃない？あ、ほら見て、ちょ、入ってこれないっしょ。こう、トラック登れるっていう仕様になってないので、このゲーム、ここから出れる、出れるね。じゃあここが終わって玄関にしよう。玄関で、よし。で、まあこう入ってこれないだろうっていうことなんですけど、まあ今荷物持ってないんで猛攻食らってないですけど、荷物持ってればもう荷物奪いまでこいつら襲ってくるので、入ってこれんのってことですね、この完璧な要塞に。まあもちろん入ってこれないわけですね。超可愛いやん、こいつとか。顔色悪い、お前。ミュールをね、まあこの中に閉じ込めようかな、じゃあ。こうね、この荷物をここに置いて、まあこれおとりですよね。ここにいっぱい荷物を置いてみるか。なんか器用に取ってねえかな、器用に取ってねえかなんか。持ってかれたぞ、おい。おい、強引に取ってるな。まさかの車の下からっていう。じゃあお前ら車の下から入っていこうかなとか、そういうあれはないの？こうやってまあミュール集めですよ。ミュール集め、猫集めみたいになってるけど、はしご行けたので、あいや、おいでおいで、一緒に暮らそう。おいでよ、トシコの森。来れるようにしてんだけどな。お、いいよ。あ、間違った。ミスったよ、ミスったよ、完全に。スケート状みたいになってる。助けて、全然立ち上がれない。あ、ローション大会じゃねえんだからさ、行け、ローション行け。お前はもうついてくるな。これ破棄、破棄、これ破棄したいんだけど。何これ、何やねんあれ、何やねんあれ、何やねんこれ。ママの子供たち、こいつが出したの今の。ここら辺はね、あのミュールじゃなくてテロリストがいるんですね。テロリストは荷物関係なく襲ってきます。こことか通れねえ、通れないのか一応。そんな賢くないんだね、やっぱり。あ、グレネードがちょくちょく入ってくるけど、今のは痛い。で、はしごよね、はしごで脱出できないこれ。おいでよ、トシコの部屋。あ、そこから入っておいで。
ああ上から特殊部隊が入ってくる。下手くそ。まずい。あ、来い来い。なんかわかんねえけどすげえ下手だ。